こんにちは、トトチャンネルです。今日紹介するのはこちら、ジョリーペットさんのロープ付きロンプンボールボール、かっこ S サイズです。ここは11センチちょっとあるみたいです。ジョリーボールって書いてあるんですけど、ちょっとこう絵とは少し違いますね。これ結構高くて、価格2500円だったんですよ。だから評価は良かったんでちょっと買ってみました。はい、こんな感じでアメリカですね、ジョリーペッツロンプンボール、こういうタグの付け方も珍しいですよね。英語なんで注意事項は分かりません。はい、こんな感じです。どうやって遊ぶんですかね、これ。あ、ボールは結構柔らかい。まあ、力を入れたら、グビーって曲がる感じですね。これを噛むほど、うちの犬は、顎がでかくないので、これは噛めないですね。で、噛むとしたら、このロープですね。まあ、ロープの信頼性ってあんまりないですよね。スープにこうダメにしちゃうし。硬いです。片方持ってこうやってなんかこう、おいでおいでとかやるんですかね。こういう感じ。ちょっと遊び方が分かんないんですけど、多分このロープを片方かじらせてぐいぐいやるとかなんですかね。仕込みの評価をちょっと見ると、あ、丈夫で登園可能って書いてますね。これ投げるのかね。自分の感覚ですが、ボーダーコリー以上の大きさの犬種に合うサイズです。ロープは非常に丈夫で、ハードに引っ張り合ってもほつれません。28キロの犬に使用していますが、ボールは舐められる、なんだこれ、大きさではありませんが、適度に重さがあり、長距離投げられますということです。これも外用のおもちゃっぽいですね。投げて取ってこい系のおもちゃっぽいです。あまり見ずに買ったので、室内で遊ぶもんだと思ってました。それでは実証開始。じゃあこのボールから遊びたいと思うんですけど、もう吹いちゃってますね。ここは多摩川です。よし、とか、どうぞ。あ、いいっすね。これも待って、ちょうだい。走っていくけど、他のものに興味津々すぎてダメですね。お、いいじゃん。お、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと取りには行くんだよね。他のものが